ルイス・ソカレキスもしくはチーフ・ソカレキスはアメリカ合衆国名州オールドタウン出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。ニックネームはザ・ディアフット・オブ・ザ・ダイヤモンド。メジャーリーグに初めて登場したインディアンの選手とされ、現在のクリーブランド・インディアンズの愛称の元となったと言われている選手。ソカレキスはペノブ・スコット族インディアンである。メーン州のオールドタウンの郊外にある。 ペノブスコットインディアン島保留地に生まれた。彼の祖父は部族の熊野シ族の酋長だった。青年になってからその波外れた運動能力を示し、特にその方の強さについて、幅180メートル以上あるペノブスコット川の対岸まで野球のボールを投げたといった逸話を残すほどだった。在学していたホーリークロスカレッジとノートルダムカレッジでは、当主、 外野手を務め、チームの中心選手として活躍した。一度ハーバード大学の二人の教授が、ソカレキスの外野からの遠投の距離を計測したことがあり、その時は約126メートル投げたと記録されている。25歳になった1897年、ソカレキスはクリーブランドスパイダーズとプロ契約し入団する。その年は十六試合に出場し、打率は、 338、8本の3塁打と42打点、16、盗塁など、オールラウンドの活躍をし、その才能を世間に広く知られることとなった。後にニューヨークジャイアンツの監督となる、ジョン・マグローも、当時のソカレキスの才能に目をつけていた一人だった、そうである。しかし、ソカレキスには在学中から因子癖があり、それが元で、野球選手としては長く活躍できなかった。 1897年の7月4日、パーティーで泥酔したソカレキスは家の2階から飛び降り、その時にひどく足首を痛めてしまう。以後のソカレキスは1899年まで散発的に試合に出るだけになり、1899年の5月13日を最後にスパイダーズから退団した。退団後はペノブスコット族の保留地に戻り、 少年たちに野球を教えていたという。1913年、ソカレキスは42歳で、心臓麻痺により、面衆で死去する。2年後の1915年に、当時のクリーブランドナップスが新たな愛称を公募した、際、チームの愛称はインディアンズとなったが、当時球団とメジャーリーグ機構は、愛称採用の理由をソカレキスの活躍を称える、ものである、と説明している。 埋葬当時のソカレキスの墓は目印に木製の十字架が立っていただけだったそうだが、1934年にメ演ンが石の墓標を建て直している。なお彼の老いにあたるアンドリュー・ソカレキスは、1912年のストックホルムオリンピックにマラソン選手として出場し4位入賞。また1912年と1913年のボストンマラソンで2位に入っている。 ありがとうございます。